少々私もあまり知らないも現代的な機械いじろうと思って、ちょっと今日は OSP 作ることに朝から頑張って、まあ、時間なくなりましてしまって大変申し訳ないです。で、まあ、今日のテーマは なんかまあ面白おかしく作ったテーマですけどね、まあ、信じる者は騙されると。で、まあ、なんでそういうことを作ったかというと、皆様ご存知のように、まあ、信じる者が救われるという、まあ、一般的な世の中で、まあ、言われていることがございますの で、まあ、逆を言ってるんですね。救われるところが、まあ、騙されてしまいますよ。で別に誰かに対して私たちは、まあ、恨んでるわけでも腹が立ってるわけでもなく、この信じるというこのことについて人間に起きているいろいろさまざまな問題と、でそれから、まあ、お釈迦様が、まあ、皆様ご存知のように宗教というものを語ったと、まあ、思っていらっしゃるし、でまた宗教の世界の、まあまあ、最大宗教の、まあ、一つになって、まあ、今は3番目ぐらいになってますけどね、前は1番目でしたけどね、でこれから、まあ、順番が下がっていってゼロにもなりますけどねで一応まだまだ世界で、まあ、3番目ぐらいにもなっているし、ですから、まあ、宗教には、まあ、欠かせない言葉っていうのは、まあ、信仰を信じることなんですね。ですから、まあ、お釈迦様はどのように、まあ、その問題について語っているかと今日ちょっと考えています。で仏教の世界においてもこの大変この宗派によって信仰というものは、まあ、かなり活動している信仰でないと成り立たないぐらいの宗派でも仏教の中にもあります。うん、まあ、多かれ少なかれなんとか信じるということがございます。まあそういうことで一応話はあっちこっち行きますから、そこってきたものメモに沿って説明していきます。で、まあ一応いろいろ文字の間違いとか今日は朝ずっと焦って打ちましたから、いろいろ文法の間違いと文字の間違いいろいろありますけど、まあそれは皆様方確実に訂正しながら見てください。いわゆる初期仏教の立場で信じるというと、英語で大体使っている言葉というのは belief という言葉と faith という言葉なんですね。まあ belief といえばあまり一般的に使っているんですね。まあ、まあ、本当のことに過ぎたっても belief という言葉を使いますけど、 faith といえばこれ、まあ、宗教的な信仰ですね。まあそういう働きについて、まあ初期仏教の立場、まあ最初に一番目こちらで書いてるのはこの「で、こちらの一番目なんですけど意義ですね。で意義というか意味ですね。まあ一応言葉っていうのはほんの少々定義してないと我々誤解しやすいんですね。だからこの定義っていうのはその喋り人の勝手なことで必ずしもそうなる必要はないんです。ですから私は信仰というとこういうふうな意味で考えてるんだと、で他の方々は他の考え方を持ってるかもしれません。ですから、まあ、そこありたいのはこの神様とかね、神々、それから呪術、祈祷、でもそれからまだ他の迷信いろいろありますね。そういうのはまあ信じること、で理由はまあこれらは正しいかと明確に整理することはまあ不可能です。まあそういうことなんです。ですからまあ信仰というと何かこの確かめることはできない。例えば神様が
いるかいないかっていうことは確かめる方法はありません。まあ、仏となんでひらがなで書いたかというと、まあ、日本では大体一般的に仏様を信じているんだという信仰があるんだけど、何を信じているんですかということははっきりしていないんですね。まあ、そういう、まあ、すごい曖昧で大雑把な信仰も世の中にあります。西洋人だったら神様という、まあ、絶対的な信仰、絶対的な存在を信じるということはありますね。それから、まあ、我々に日本、それからアジアの人々っていうのは一般的に神々を信じる、まあ、神社やら仏閣やそういうくらいにも神様がいるんじゃないかと思ってそこに行って信仰してたりもしますね。まあ、そういうことも入ってます。それからもう現代人に人気あるのはこの呪術ですか。呪術、まあ、こういうあの呪文とかね、まあ、何か力があるんだと、言葉に力あるんだと、そこであのオウムとか何とかマントラを唱えれば瞑想はうまくいくんだとかね、それからいろんな、まあ、宗教家のところに行って、あの私をイニシエーションしてくださいと、私に何かマントラを教えてくださいと、まあ、そういうふうなあの宗教活動をなさっている宗教組織もあります、組織もあります。でそこで入って浸透して、それなりにしきだり取ったところで内緒で秘密で自分だけの呪文を教えてくれるんですね。そこで人がその呪文をずっと唱えて唱えて、それで精神的に自分が、まあ、発達していくんだというふうに信頼はしています。でもこの呪文自体に、言葉自体に、例えばオウムとかね、オウムですね、オウムではなくてオウムという言葉、うん、それからまたいろいろあのギャーテギャーテという呪文が、まあ、皆様覚えているでしょうし、そういうギャーテギャーテ、ハラソーガーテ、何でしたっけ、ガテガテ、パールガテ、パールサンガテ、ボーディスワーハクというあの呪文なんですけどね、まあ、でそれに何か力あるだろうと思うんであって、なぜかとは分からないんですね。なんでオウムオウムと唱えたところで何かいいことになるかって、それは何のも証明もできません。まあ、それから世の中によくあることを、まあ、祈祷することなんですね。まあ、祈祷したら、まあ、万事うまく物事いくんだというふうにも思ってるんですね。そうやってそういうものは信じる。で、特色通してあるのはこの明確に整理することは不可能である。でバファリン、私は例えに出すのは、一説も出すのはバファリン飲んだら頭痛が治るんですね。それは信じる必要はないんです。事実ですから。ご飯食べたら、まあ、お腹が空いてる人はお腹が満腹になるんです。私はご飯を信じてますよということは言う必要はないんですね。当たり前のこと、証拠あるんですね。例えば勉強しないで遊んじゃったら、まあ、バカになりますよと、それは将来のこと言ってますけど、そういうことはまあ信仰に入れます。なぜならばいくらでも証拠あるんですね。そうなるんだということは何とかして証明することもできるんですね。そうやっていかなる理由もない証明することにはもう何のこともできません。例えば西洋ではいまだに神様は絶対的に確実に存在するんだよということは決して証明できません。もし証明していたならば、それもまたあの考え方おかしいんですね。人間に証明できる存在ではないんだから、全てを乗り越えている存在だから、まあ、人間には把握できることもできませんし、考えることもできませんし、いくら考えたっても、いくら哲学を作ったっても、単なる人間の考え方ですから、それでもって神がいるということは言えません。ですから西洋ではよく頑張りますけど、神様が確実にいるんだということは証明するために、その努力も本当は無意味なんですね。証明不可能なんです。だから残っている唯一な方法は信じることだけなんですね。信じておっしゃってる通りにやってくださいと。
それだけではなくて、もう一つありますね。例えば自分では理解できない、あるいは理解不可能なもの、いろいろあります。人の話とか、まあ信じてしまっちゃう。例えば誰かが、まあ例で言えば分かります、誰かがあのトンネルのそばに幽霊が出ますよと言ったら、うん、私も信じますよと。あんた見たことがあるかって、私には見えませんと。で、私には見えませんだけど人を呼んだから信じると。やっぱり幽霊が出るんだとかね。で、その場合も、まあ、自分で信じたければ自分でそのトンネルのところに行って、その時間でじっと見張っていて、自分で目で見たところで信じる必要ないんでさ、見たんだと。やっぱり幽霊がいるんだ、そこで考えたってもいいんだけど、仏教ではそれだけでは足りませんだけどね、見たものは本当に幽霊かないかとまだ確かめなくちゃいけないんだけど、まあそこまでいかなくたっても自分で見たならばいいんだけど、我々はほとんど自分でも見てないのに、人の話信じちゃうんですね。で、よくあることはこの、まあこのノストラダムの予言、ものすごいたくさん信じる人がいて、今ちょっと声が低くしちゃったんですね。だから随分先から私はそれからかっていたんだけど、ありえないそんなことはと。霊能者の言葉とかいっぱいありますね。そこで、私にはこの霊が見えますよ、この霊はこう言ってるんだよと言ったら、ああそうですかと、じゃあおそばをお供えしましょうと、それからこの見えた霊に、霊能者に見えた霊におそばを供えたりだとかするんですね。そうやってもういろいろ霊が乗り移ってしゃべるとか。で、そういう場合も我々はそれは信じるということを、他のやり方ないんです。で、そういうふうにこの概念もいろいろ信じてしまっちゃう。それからこの形而上学的なこの哲学思想、いろんな変ところに形而上学的なことをみんな救ってるんですね、救ってるんですね。例えば昔々のギリシャ哲学では、物にはこの基準的な形はどこかにあるんだと。人間で言えば人間の基準になる正しい形はどこかに、天国かどこかにあるんだとかね。それはもう基準であって、それとぴったし合わないんだけど人間いろいろできてるとかね。例えば愛といえば、愛の理想的な状態はもう愛の神様を通せ天国にいるんだと。怒り憎しみ戦いにしたってもそうやって神々が出てるやつ、そうやってもうどこかの天国に何かの理想的な形があるんだって言ったら、それは分からないし信じるしかないんです。だから形而上学も結局は信仰というふうなことに入ってしまっちゃうんですね。それからもっとそこに続けますけど、大体みんな人間には霊魂があるんだ、魂があるんだと。人は死んでも魂は死ねませんよと。と頑固と信じているんですね。で、仏教の世界に至っても、あの人はまあ成仏しましたと。まあ、仏の世界で今安らかにいるんだと。もう何のことなく、何の疑いこともなく、気楽に言うんですね。この気楽に言うんだけど、結局はそれは信じてるんですね。だから成仏させるという抗議じゃなくて、なんて言いますかという働き、こういうことまでなさっちゃうしね。だからどこかで人間に魂霊魂があるんだというふうな、まあ、こう形はまあどっちでもいいんですけど、まあ、何か死なない、消えない、何かあるんではないかと、また信じている。証拠はないんです。そのようなものを我々はいっぱいものは信じています。次の問題は、そんなことを信じたっても別にどんなことないんですかと、面白いじゃないかと、 UFO を信じるわと、異星人を信じると、ノストラダムの予言を信じると、占いを信じると、
おまじないも信じるんだと、呪術祈祷などもは信じるんだと、面白いんだと、というふうに思うこともできますでしょうし、別にいいんじゃないかと。問題は別にいいんじゃないかということでもないんです。いろいろ危険があるんですね。で、信じることの基本、まあ、それから私はこのファンクションですか、機能として書いてるものがございまして、ちょっと待ってください。まあ、この2番目に書いたもの、信じることで、まあ、どのような働きがありますかと。一番目、信じることはまず自分がそのことを知らないで、理解していない、理解できないという無知に基づいているんですね。自分が知ってるんだったら信じる必要ないんです。お腹が空いてるんだったらご飯食べなさいよと、私は信じませんよという人はいませんね。知ってるんだから、言ってれば当たり前のことを言う必要ないんだと。だから信仰の問題はそこにあるんですね。知らないことを大事にするんですね、無知であること。だから信仰を応援すると、何を応援しているかというと、人間の愚かさを応援しているんですね。だから私たちは、まあ、それにちょっとケチをつけてるんです。何か言葉抜けてますね。バだけもう入ってまして、2番目なんですけど、で、まあ、これは、まあ、もしか、まあ、ちょっと私も覚えてない、何かここで何か抜けちゃったんですけど、あの、言い換えれば支配されたことになりますって入れば意味通る。ああ、そうですね。あ、言い換えればでした。そうです。ありがとうございます。上に行っちゃったんです。言い換えれば、無知。無知に支配された。無知に支配、無知。まあ、まあ、いろいろもたもうなんか変になってますね。ああ、これこう混乱しているんですね。これは上に行って言い換えれば無知に支配、まあ、これ全くダメだ。それは言い換えれば無知に支配されることになりますから、これダメだ、これは使えない。まあ、とにかく言い換えれば、まあ、我々は無知に支配されたことになります。まあ、覚えてるんだから喋ります。戦場で結局無知に支配されることになりますね。だから仏教はそれにはちょっと、まあ、気をつけろと言ってるんですね。で、それから我々は信仰によって我々の生き方は変えるんでしょうに、もし幽霊やら霊魂やらね、死んだ人はお化けになって人に邪魔するんだとかね、信じたったら我々の生き方はそれによって変えるんでしょうに、ノストラダムの予言信じてしまったらみんな世紀末で自分の命を守るためにいろんな道具やら何かシェルターやら探したりするんですね。その生き方が変えるんでしょうに。だから無知に支配されて、その上生き方まで変えちゃうんで、それは大変危険ではないかなと。例えば私は A という神様は絶対的な神だと信じているんだと思ったら、その A という神様を信じてない人々に対してなんかすごい失礼に邪教だと異教だと扱って、その人々をいじめたり、
悪いことをしたりする可能性あります。例えばこの法医学やら星占いやらそういうものを信じたら、仕事に行く前にもちょっと占ってみようかなというふうになってしまう可能性もありますね。それで7時半に失敗したらダメだと、9時に失敗しなきゃいけないと占いが出てきたら、その人はちょっとディレンマに陥っちゃうでしょうね。9時に出たらものすごく遅刻する、7時に出たらちょっと危険な目に遭う、不幸になると。じゃあどうしようかと、やっぱり遅刻するのは怖いんだから7時に出かけますよと出かけても、心のどこかですごい不安がある、残っている。だからその一日は大変、まあ不安定な一日になってしまっちゃう。で逆にじゃあ9時にまあどうしようもない、7時に出かけたら不幸だから、じゃあ9時に出かけますよと出かけたところでもう遅刻して、そこでひどい目に遭う遅刻してたんだと。だから我々の生き方はかなりコントロールしちゃうんですね、この無知に基づいた信仰によって。だからこれは冗談の話じゃないんです。やっぱり危険ではないかなと。それにものすごい面白いエピソードがありまして、で、あるあのインドの物語なんですけど、まあある女の人がお嫁に行こうと思って、で話し合って、また、まあ、旦那さんに会ったこともないし、もうかなりインドだから国が大きいしね、で話し合って、もう男の人もじゃあいいですよととも決めたんですね。そこでお嫁に、まあ、一旦出たらまた二度と帰ってこないんだから、親たちが大変心配して占い師を頼んだんだそうです、星占い師を。まあインドよく有名、よく一般的な人気あるんですからね。そこで占い師たちがいろいろ占いを計算してみたら、あんたはまあこの日にちでは出かけてはいけませんと、で不幸になるんだと言って、他の日にち決めちゃったんですね。今みたいに電話でもして連絡を取ることはできませんし、そこで、ああ占いでまあ大変不幸だとね、なんとか出るんだったらしょうがないと、いきなりここでイスケジュール変えちゃったんですね。そこで男の人が、まあ、お嫁さんが来るんだ来るんだと待っていて待っていて、なかなか来ない、次の日も来ない、途中で何かあったっても次の日ぐらいは来られるでしょうね。そこでやっぱり向こうはまあ何て言いますか、考え方変わったでしょうと思って、せっかく自分も結婚の準備していたんだから、そこらへんの他の女の人を嫁にもらったんです。その話を聞いて、あの女の人はがっかりと、大変悲しみに陥って、せっかくまあお嫁に行こうと思ったことはできなくなったと。そこであまりにも悲しんでいる時は、まあそのことをお釈迦様に報告していたところ、でお釈迦様は言ったのは、この愚か者たちがね、星やらいろんなくだらんことを信仰して自分の大事なことを忘れてしまっちゃうんだと、不幸になるんだと言って帰って怒られるだけなんですね。ですからこの生き方、そうやってスケジュールまで変えたりすると、そこでちょっと危ない、もう不幸になる可能性ありますね。だからかなり幅広く世の中考えると、この信仰でもって人々がね不幸になったことっていうのはいくらでもあります、いくらでもあります。例えば戦争中はね、子供たちを戦争に出したのも結局信仰を働かせたでしょうね。出して兵器で殺す、まあ、死んでもいいんだと。日本でもそういうことありましたし、イランはイラクと戦争してた時も同じことをやっていましたし、
今もいろんな戦争をやってるところでは、まあ、宗教に基づいて戦争をやってるところはやっぱりもう神のために死んでも天国に行くんだとかね言って、あの 殺す側も不幸でしょうし殺される側も不幸でしょうに、だからそういうことは普通常識な世界では認めるべきかと。今も世の中にあるんですよ、宗教に基づいて戦争するっていうことは、この原理主義者とかね。だから自分たちが神様を信じているんだから子供たちなんですよ、この国連でも禁じられています。18歳ぐらいでもならなきゃもう出すなと、私たちから見ればまあもう年だから18歳にいたってもまだまだ子供でしょうね、死ぬ年じゃないでしょうね、もうちょっともう 親に甘えて、まあいろいろ親と喧嘩でもしながらね、元気で育ててほしいという一般的な気持ちあるんじゃないんですかね。18歳はまあ男の子っていうのはやっぱり言うことを聞かないわがままで、まあいい加減ですけど、やっぱりそれをまたその年はそれはまた可愛いし、親と喧嘩することも、だからそうやって大きくなって大人になったところでまあ大変いいなのに、もう神様のためにもう戦争に行って戦って敵を倒せと、で死んでも構いませんということで、それでその子がいて相手を殺す、で逆に自分も殺されると、でどちらでも不幸なんですね。で元にあるのは決して証明することはできない何かを信じることなんですね。だから人を騙して何かやらせる場合は一番簡単なからくりは信仰を使うことなんですね。それにやられちゃったらもう逃げ道がないんです。あんた神を批判しているんですかということになっちゃうんですね。ですからやっぱり危ないんじゃないかなと。それからそこの C に書いたポイントに行きます。で異なることを信じる人に対してもう寛容的になりにくいんですね。でもともと証明できないものを信じているので、自分が信じているものをまあ固くまた頑固で信じ続けなくてはならない。宗教史上起きたまあざまざまな争い、殺戮などがまあ根拠のない信仰の結果ではないでしょうかということで、それまた信仰の一つの特色なんですね。信じるんだったら徹底的に頑固で信じなくちゃいけないんです。曖昧は認めないんです、信仰の世界では。徹底的に信じなくちゃいけないんですね。でも徹底的に信じるためには証拠はない、だから信仰というんだからね。そうすると全く違うことを信じている人に対してはどんな立場を取るべきかというと、もう喧嘩するしかないんですね。まああなた言うことにも一時いくらかの論理ありますよということはできません。言うことはある信仰者に私が言ったのは、まあ、彼がすごく威張ってこの自分たちがすごい道徳的な生き方をしているんだと私に言ったんですね。まあいろいろ言ったら、私は帰って言ったのは、まああんた方はね、まあ、軽々く道徳を守ってますけど、私たちは厳密に守ってるんだと。あんた方は人を愛するんだけど敵を憎しむんだと。で我々は敵まで愛するんだと。あんた方は人を殺してはいけないと言うんだけど、我々はもうあれ一匹も殺せませんと。だから何ですかと言ったら、まああんた方は頑張ってるんだけど地獄に落ちるんだと。それでも答えはそういう答えなんです。なぜかというと、もうその人の信仰は信仰してないんだからなんです。ですから寛容的じゃないんですよ。例えば私は仏教徒で、
まあ、嘘を言えないと。友達がキリスト教でその方も嘘を言えないんだと、まあ、それはいいんじゃないか、我々二人も嘘を言えないと。それはたとえキリスト教であろうとも、たとえイスラム教であろうとも、どんな宗教であろうとも嘘を言えないということは素晴らしいことだ、ことだなと認めることはできなくなっちゃうんですね。いくらなんでもあんたは私の神を信じてないんではないかと、それは一番大きな罪ではないかということで、この性格的にすごいこの硬くなっちゃうんですね。この寛容ということは仏教ではものすごく大事にするんです。これは寛容、英語ではトラランスという言葉ですけど、で世の中に人々はいろんな意見、いろんな概念持っています。それどんな概念でも絶対的に正しいということもはっきりと言うこともできないんです。それでもって、概念でもって人は戦うべきじゃないんです。殺すべきじゃないんです。例えばこの今インドネシアで起きてるでしょうに、あの政治的なことでものすごいもう建物を燃やしたり人をいじめたりいろんなことをやってるんですね。東ティモールでいっぱい人を殺したりもしましたし、だから自分たちの考え方、自分たちの政党っていうのはね、それはもう正しいんだと、他の人は潰せと。で、あのインドネシアであのたくさんあの投票で選ばれたメガワティさんを選べなかったんだよね、大統領通して。で日本 の, あのテレビを見ていると、偉いインテリの人々は素晴らしいと言っていたんだから、だからその言葉聞いた途端、あこれだったらダメやと、インドネシアもダメになるんだと思ったんですけど、まあこちらの考え方も知ってるんだからね。結局国民が選んだ人は誰かのグループが気に入らないんだから選べないんだと。メガディさんはなんか得体知らない怪しい人物なんですけど、何を関係ってさっぱりわからない。それでもしょうがないでしょうね、国民が選んだならば。一旦1年ぐらいでもね、じゃあやってみなさいと、ダメだったらもうやめてくださいというのはみんな知ってるんだから、それだったらね。そうでもなく、ただ単に他のいろんな考え方でまあそう追い出すことによってまた不幸が出てくる、国の中の平和がなくなっちゃう。ですからもう政治的なことを言うならば、まあ皆様知ってる言葉借りて言うならば、自民党であろうか民主党であろうか、まあ社会と分かりませんだけど、もう共鳴党であろうか、まあそのその人々がまあ自分で何か考え方持ってるだけのこと。それでもって我々喧嘩するしたり、相手を侮辱したり非難したり、ダメな人間やと思ったりするのはまるっきり無意味なんですね。人にはいろいろ好みというものはあるし、ですからそこら辺でこのものすごい大きな心で、まあ寛容的ということ、仏教だったらすごく必要なんですね。それはなくなっちゃうんですね、信じる場合は。これは正しいというふうに信じてしまっちゃうんだからね。だから人間の人格はものすごく醜くなって、大変危険な社会ができてくるんですね。今の我々生きてる社会も前の社会もものすごい問題だらけであったのは、ものすごい大きなポイントっていうのはこの信仰なんです。これは宗教的な信仰であろうか、他のことを人を信仰することであろうか、そういうものでもってお互いに喧嘩したり殺し合ったり暴動を起こしたり平和を壊したり人をすごい悲しい目に遭わせたりとかね、していけたんです。ですからまあそこも本当に信仰がやってきてくれた大変ありがたい結果なんですけどね。で、あのまあ D に行ってみましょうか。個人の責任感が薄れて、
自分の幸福が他の他によることだと思う。それも信仰にある一つなんですね。で、それ分かりやすいのは、この絶対的な神様を信じる場合は、絶対的な神様を信じると、まあ、自分の運命っていうのはそちらでも定められてるんですね。絶対的なところで、なぜならばもう過去現在未来全て知ってるんだから。そうすると、まあ自分が不幸であろうか幸福であろうか、やってることは失敗ばっかしであろうか成功ばっかしであろうか、まあそれしょうがないと、自分知ったことではないんだと、ということで個人の責任感が薄れていくんですね。逆に頑張ればなんとかなるんだよということはなくなっちゃうんです。いくら頑張っても、まあ神様に決められているようにしかならないんだと。そうなってしまっちゃうんですね。例えば誰かが、あなたの家は不幸なのはこの亡くなった誰かがもうのに呪われてるんだと言ったら、いきなり、ああそうですか、まあだったらもう悪霊払いですかね、除霊でもするしか方法ないんだと。何か自分の原因があるかないか とはもう確かめてみないんですね。それはまあ人殺しにも使ってるんです。で、バグワッドギーターという宗教のテキストがございまして、でソギダで言ってるのは、このシャトリア族に生まれたら戦争するのは神に定められたヤーガですよと、ヨーガですよと。ヤーガで言ったってヨーガっていう言葉ご存知でしょう。カルマヨーガだから、シャトリア族で生まれた人は戦争するのはヨーガであって修行であります。ですからもう何のことなく、まあやっちゃえばいいんですね。だってしょうがないんだと、ブラフ神様が、私はそういう戦争する王様の親戚の家でもう生まれるようになってしまったんだから、私の仕事をやればいいと。インドにあるこのカースト制度、民主差別、それはもう そちらのこのバグワッドギーターやら、もうそういうこちらの教えからもう支えられてるんですね。ある面でウパニシャッテキストでは人間、まあ生命は平等だと言いながらも、またある面でこの民主差別を認める。だから私が言いたいのは、信仰は正しくないか確かめることは私にもできません、そんなことないと、そんな神がいませんということは私にさえもできませんよ。なぜならばどうしても証拠をできませんだから、証拠ないということはあるともないとも言えないということなんです。でも問題はそうじゃなくて、社会に迷惑だと、人間の努力には迷惑だと、それだけは言える。仏教の一言葉もよく使ってるんですよ。時々不幸になったり、いろいろ怪我したり事故を起こしたり、子供はものすごくよく病気になったりする場合は、まあもし仏教の関係育てならば、まあこれは業だから、業だから、業だからといって、業ってあるかないかもわからないでしょうね。証拠は出せないでしょうね。そうすると業というものを信じて、まあしょうがないと。努力しないんですね。
チャレンジしないんです。だからそれでかなり問題が起きる。それから「い」に行きましょうか。信仰を語る人々の組織の意のままになってこの自由がなくなる、それも分かりやすいことなんですね。昔はもうローマ王にカトリック教の信者さんたちは厳密に支配されていたんですね。意のままで間違ったことでも言ったならばもう首も飛んじゃうんですね。大変良くなかったでしょう。だから人間がそれにチャレンジで頑張っちゃったんだからね、西洋の方はね、キリスト教を現れる前にギリシア哲学とかね、哲学者もいた文化だから、やっぱりそこら辺この異端派で自由思想というものは発展して、正統派を破れて、で正統派を乗り越えちゃって、今は科学も哲学も自由思想もヨーロッパにあるんですけど、でも正統派は実況は平らですよと、もう絶対的ですよって、なぜならば聖書に書いてるんだから、書いてないんだけどね、そんなことを言ったりもするんです。で何か丸いですよと言った人はひどい目に遭う。地球は太陽の周り回ってるよと言ってところで、かなり苦労しましたと。ですからこの信仰に基づいちゃうと、そうやって組織の奴隷になっちゃうんですね。それはもう関係ない宗教のこと言ったんだけど、日本に見立っても私こそ神だと、私こそ下脱者だとかね、なんとか言って、それからその人を言う通りにその人のわがままを聞いてあげなくちゃいけなくなっちゃうんです。脅すんです。仏教の世界で言えば法華経を信じなさいと、信じない連中はみんな邪教だと。で言われる通りにいろいろなことをやらなくちゃいけないんですね。かなり人間は奴隷にしちゃうんですね。だから信仰でもって実際の人間の社会を見ると、幸せになった例よりは不幸になった例っていうのはもうありすぎなんです。我々今も過去から今まで生きてきた世界で、地球上でどんな人類にもあったありったけの問題っていうのは、何か変なことを信じる方からでしょうね。今もこのアフリカとかいろんなところでね、女性をものすごく大変な目に遭わせたりする。一つの例なんですけど、すごい悲しいことで、国の名前忘れちゃったんだけど、この女性を12歳にぐらいになっちゃうと、このイスラム教ユダヤ教でこの男の人はカツレーというんですか、するという儀式がありますね。でそれ男の場合は何のこともないんで、そんなことは別に必要というわけでもないんだけど、やりたければやったってもいいんだけどね、女性にまでそういうことをするんですね。で男の場合はこの私が読んだレポートでは、この男の人を活性したらちゃんとそれなりに治療を与えたりするんだけど、女性にはそれでもしないんだそうです。そこで一生苦しみを味わえなくちゃいけないんですね。
だからそれで死ぬ女の人々を見て、子供を産むときはまあこちらいっぱい怪我させてるんだから、そこで死ぬ人を見たりして、だからそういう女の子たちがもう小さい時も男の使用物質にしちゃうし、それからあの男と一緒にいることさえもものすごい苦痛だそうです。この器官をもういじってるんだから、だからそういう信仰なんですね。そうでなきゃ良くないんだと、不浄だと。あれにはあの国連もいろいろ言ってもやめなさいやめなさいとすごい活動してるんだけど、それでもやると。だからそれはまあ小さなどこか残り残るということだから、まあまあ我々あまり気にしないかもしれませんだけど、世の中どこを目立ってもそうやって人々をいじめて苦しんだり苦しめたりすることはまあいくらでもあり得るんです。いくらでもあったし、それから F に書いてるのはこの、あのこのもう一つ仏教を反対することなんですね。で、信仰体操、組織と自分の間に絶対的乗り越えない縦の関係が生まれてしまいますね。これは子が絶対的に自由になれないということになります。例えば、まあまあ、日本の例で言いますと、まあ、どこかの神様を信じているとする、自分もその神様と一緒になるということは絶対的ないでしょうに、ね、我々はその神社に行ってお祈りして、あのなんとかお祓いして帰るだけであって、それはもう絶対的神信じる西洋的な宗教に至っても人間は絶対に神にはならないんだと。そうすると神にならない、それから神のメッセンジャーたちもいますね、宗教家たちが、彼らもちょっと上のレベルでしょうに、ジェイス様とこの10人の弟子たちがものすごい上レベルでしょうに、これ絶対的に乗り換えられないんですね。だからこの現代新興宗教やらカルト宗教団体見たっても、すっごく厳密に信教という働きを使っているんですね。ですからまあそこですごい縦の関係が出てきて、人間というのは自分という個人が永久的な奴隷なんですね。それでよろしいかと。なぜ横にならないんですかね、横の関係。お釈迦様はだから昔からもこのお釈迦様の時代でこの信仰でもって人があんまりにも苦しんできたのを見てきたんだから、あまりにも人を苦しんできたのを見てきたんだから、お釈迦様は横の関係を作ったんです。でお釈迦様は、私は悟り開きましたと、私に並べる生命は誰もいませんと、ブッダですよと言いながら何言うんですか、頑張ってみなさいと。そうなるんだと、みんな。そこで初めてこの60人の方々は出家して悟るんですね。悟ったところでおそらく大変喜んでこう言うんです。私もアラカンであって、いわゆる人格完成してあって、あなた方ももう人格を完成しているんだと、平等なんですね。それでこの自由になるメッセージをみんなに言ってあげてくださいと、世の中は大変苦しんでるんだと、解放してあげなさいと、一人一人で別々な道で歩んで、このメッセージをね言ってあげなさいと。だから
すごい独立してやって、お釈迦様接待的でお釈迦様でなきゃダメということはなかったんですね。だからお釈迦様はそれにはかなりこの攻撃的に、この縦の関係にはね、かなりそれを壊そうと思ってたんです。それから仏教でよく使っていることは、この生きとし生きるものという言葉、サッタ、修行、生命という言葉なんですね。全部生命をまとめる、そのサッターといえば、修行といえば、絶対的神であろうか、なかろうか、梵天であろうか、神々であろうか、ガキ幽霊であろうか、地獄のいる鬼たちであろうか、もう人間で虫であろうか、もう何もことなく、すべてまとめて、一言葉で使ってるんです。サッターと、だから慈悲の瞑想の場合も、生きとし生きるものが幸せでありますよね。ですから、無制限で無料で限りなく、すべての生命、誰も落とすことはしません。だから関係は縦ではなくて横にしているんです。それは生命通して、まあ一時的にちょっとした関係は、もう親がいて子供がいると、その関係は一時的なんです。普遍的ではありません。子供が弱いとこは親は面倒見なくちゃいけない、親言うことを子供が聞かなくちゃいけない、それは絶対的ではありません。ですから今日本の総理大臣は小渕さんですから、まあ彼が一番偉くて、もう彼の考え方の通りに政治やらなくちゃいけない、だからってこれ絶対的っていうわけじゃないんで、そういうのは一時的なもので、今我々は人間で威張ってるんだけど、動物やらもう人間のほど力もなくて、生きる権利もなくなって、素晴らしい人間のおかげで、でまあ苦労している。でもそういうのは一時的な関係だけなんですね。そこでこの親の関係の場合はよく言ってることは、だから今我が子や我が子やとね、しがみついて子供をいじめていたっても、愛情ではなくあれはいじめですけどね、でいじめていたっても、もし母親が先に死んだたら他のところで生まれ変わっちゃうでしょうね。それで別に自分の子でも何でもないんですね。ここで集めたんだからそういう関係できたんであって、他の次元で集めたら違う関係でしょうし、ですからこの一時的な関係は仏教は否定していないんです。親もない子供もないとかね、親は偉くもない、みんな平等ですよということは言ってないんですけど、先生も生徒も平等ですよと、だから先生言うことは生徒聞く必要ないんだとかね、そういうへりくつ言ってるわけじゃないんです。教師数があるならばそこで一時的に先生が偉くて生徒は話聞けということの関係は生まれますけど、そういうものは一つも宗教的な関係でもないし、心理としての関係でもありません。それで一時的、夫婦はお互いに仲良くしなくちゃいけないんだと、そういうのは夫婦である限りなんですね。離婚しちゃったら別にどういったことないんです。離婚してからも旦那さんに食事の用意しなくちゃいけないということはないんだから、それでその関係は消えます。ですから人間の関係とかね、人間他の生命のいろいろ関係あるんだけど、全て一時的ですから、まあ仏教でも神々はいませんとは言ってないし、神々もいるということは言ってますけど、たとえ神々がいたっても彼らは絶対的偉いというわけじゃないんです。とりあえず今神だから私よりはちょっといいところにいるんじゃないかと、それだけなんです。
でも神も自分の業が終わって死んじゃったらどこに生まれ変わるのかわからないんだと。神も自分の徳の力がなくなっちゃったら死んでしまって地獄に落ちる可能性もありますと。だから仏教でも地獄という考え方あるし、一般的な仏教ではだからって地獄のうちだったら永久的やと、そうじゃないんですね。永久的ではないんですね。地獄のうちだってもこの悪いこと終わったら、悪いやった悪いことのエネルギーが終わったらまたそこから立ち上がって他のところに生まれ変わる。だから私たちは人間であろうともあんまり威張らないのは仏教のやり方なんですね。全く威張ってはいけない。例えばもう一緒に生活している人の中で一人の頭が悪いんだと、あんたバカですよ、頭が悪いですよといじめるのはものすごい仏教から見ればこれ真理に反しているんです。その人は一時的でたまたまバカだけなんですね。バカですよという人が一時的でたまたま口うるさいだけなんですね。頭いいとは思ってないんだから私が大体頭いい人はそんなこと言わないんだからね。だからたまたま口うるさいだけなんですね。それすぐ帰っちゃうんですね、そういうのは。だから どんな立場に至ってもその立場は一時的ですよと。だからもう比較することもできないし、もう絶対ものすごい幅広いこの寛容的な心を救った方がいいんですね。自分が人間だとも威張らない。それから動物なんか見て、はあまあ虫だから嫌ですよとか、ゴキブリだから嫌ですよとか、そうやって差別的な気持ちも作れない。外国人だから嫌ですよとかね、そういうのはもう成り立たないんですね。すべて一時的、ほんのちょっとのこと。まあそういうふうなこの信仰のファンクション働きあって、まあ私はそれに信仰に対してこの反対的なことを言ってますから、まあそういう信仰の悪いところだけまあ徹底的に出してしまいましたけどね。信仰はそれでも素晴らしいと思う人にとっては別に思われないかこともないんです。信仰で救われたという人もいることはいるんだけどね。だから1億人に1人が信仰に救われたっても1億人ももう騙されて苦労はしているんです。それだけは確かなんです。信仰で自分の病気治したと言ったっても治らなかった人々の方がものすごい数が多いんです、ね、だから統計的に客観的に見るとやっぱり悪口言うしかまあ言うようもないんです。まあ、そこまではまあ一応、まあ、信仰に対するまあ考え方よく覚えてほしいなのは、信仰っていうのは無知ありがたがっちゃうと自分が無知をありがたがっちゃうんです。だから仏教においてはちょっと認めにくいんですね。仏教っていうのは知恵の教えということだから、ブッダっていうのは知恵を完成した人という意味ですからね。だから仏教を実践する方々からお釈迦様何を求めてますかというと、知恵、知恵を育てなさいと。それさえあれば問題解決するんだと。分かる人は問題作りませんだから、山に行ったって道が分かってる人は迷子にならない、分からない人は迷子になる。もう簡単なことなんです。そういうことだから、まあ、仏教ではやっぱり認めることはできません。それで、まあ、いきなりもう変えます。仏教の立場に行きます。